どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということで今回はあ、よかった、レモンサワーの。ありがとうございます。オレンジなくなっちゃった。はい、ということで今回は最近箕輪さんが注目している人について聞きたいなと思います、うん、はい、最近会った人、もしくは会ってなくても注目している方いますか、うん、圧倒的に一人、前言ったけど成田さん、成田悠輔さん、はい、あの人は面白いね。最近露出が増えましたね。あ、増えてる。あの人は来る、来てるし来るよね、もう。え、何がそうさ思わせてるんですか。普通の人が言うと炎上する真実を、うんうん、この人が言うなら許せるっていうことをやる人が時代の風雲児みたいな、なんかカリスマみたいになってくのよ。たけしさんとかさ、まあ、石原慎太郎さんもそうだったと思うし、うん、圧倒的な何かがあるがゆえに他の人だったら炎上するけど許せちゃうみたいな、うん、例えばさ、マツコさんとかオカマだから許せちゃうとか、はい、有吉さんとかさ、まあ、うん、どん底から這い上がってきたら許せちゃうとか、ひろゆきとかフランスいても何宇宙人みたいだから許せちゃうとか、ホリエモンとかも逮捕されたから許せちゃうとか、うん、もう何かがあるとこの人の言ってることは聞こうみたいになる人ってカリスマなんだけど、はい、成田さんは多分そのインテリジェンスとか東大出席イェール大学教授教授みたいな、なんか普通の一般の人にとっては手の届かない学力みたいなものにすごいってなって、うん、あの人が言ってることが他の人が言ったら多分炎上するんだけど、成田さんだけは鋭い真実みたいにしてみんな聞くのよ。これね、人間の脳の仕組みでロジカルポルノとかっていう人いるんだけど、ロジカルなこと聞くと気持ちいいっていうのがあるのよ。あ、スカッとしますね。そう、特に今の時代鬱憤溜まってる人とか、うん、何かこう覆したいって思ってる人は自分は言語化できないけど圧倒的なロジックで誰かのことを論破してたり、うん、真実をついてたりするともうありがとうってなるの、うん、でもう頭がもう気持ちよくてしょうがない、ポルノみたいなもんで、うん、それをひろゆきはめちゃめちゃうまいし、成田さんは本当に上手だから、うん、まあ、カリスマになりつつあって、はい、俺やっぱ流れがあって、そのニュースピックスとかホリエモンとか西野さんとか俺とかのガチ努力自己責任系みたいな、はい、いやもう努力せよみたいな、うん、で結果を出せみたいなところでみんな疲れてコロナもあってもう頑張ってもしょうがなくないですかみたいな霊障系のひろゆきになり、はい、でこのあと霊障しててもみんな豊かにならないし辛いみたいなのがあって、うん、このあと何が来るかって言ったら革命系が来るの。要はテロとかもそうだけど、はい、世の中の空気的に国転覆させちゃえとか、うん、選挙制度クソだとか、うん、もうどうにもなんないものを抱えてルール自体を変えようっていう、うん、とか独立国家的なものを作ろうみたいな、うん、ちょっと過激な革命系が絶対次来て、うん、成田さんは革命的なことばっか言うから、うん、もう成田さんがそれを多分ガッて集めるだろうね。へー、うん、革命的なものって結構うん、怖さもはらんでると思うんですけど、だからそこまで追い込まれるってことよ、日本の若い人が。だってさ、貧乏でさ、海外旅行行くなんて夢のまた夢みたいな国になってさ、なのにさ、社会保険料とかさ、国に納める額だけどん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 増えてってさ、うん、選挙行こうが若者の未来変わんないから、うん、人口比からして、人口比から他に若者だけを応援する党みたいなのあるわけじゃないんだから、うん、別に自民党に入れようが維新に入れようが立憲民主党に入れようが何も変わんないよ、ぶっちゃけ、うんうんうん、その政策は選挙制度っていうものを下支えにしている限りにおいて人口比率とか声が大きい人にのものを反映しなきゃいけないわけだから、うん、広告代理店みたいなところがさ、いいことやってますキャンペーンみたいなのやるのが本当に嘘じゃん、うん、それをさ、やっぱり言ってくれる人になびくと思う。今は、うんうん、そういうところに騙されてるけど、うん、こいつら何者でもない、単純に広告代理店がなんかブランディングしてるだけじゃん自分たちのことみたいに気づくと思うの、うん、だから真実言ってる革命的なことを言う人に絶対支持が集まって、うんうん、あの人はでも飽きて辞めるかもしれないけど、でも成田悠輔的なことが今後、うん、日本の強い何かにはなると思うけどね。そうですね、うん、なんかめちゃめちゃ説得力ありますね。絶対なる、わかる、そういう本が売れるし絶対、うん、霊障系の本はもう結構厳しくなると思うよ。霊障してても金稼げないから本買う金なくなるから。ちなみにその革命って、例えばもう選挙の構造的に若者が救われないってなったとして、うん、革命ってまあまあ難易度高いじゃないですか。論調が革命的になったとしても、うん、革命はだから武力がないと起こらないから、はい、実際的には革命は起こらないよ。
だから勝手に生きるってことになると、もっと独自の価値観とか独自のルールとかが、地方とかそれこそメタバース的な仮想空間とかで大人を追い出さなくても勝手に自分たちのルールで新しいことができて幸せだっていう自治区みたいなのができてくんじゃない。それが多分次の老人に埋め尽くされた日本の希望みたいな感じになって、でも老人が死ぬじゃん、はい、でそのいろんなとこで芽生えたものがやっぱり一回本当に地まで落ちた日本の次の息吹みたいになってくような気がするけどね。めちゃくちゃ時代読むの、ね、合ってるか合うか分からないけど、地方とか行くとそれをめちゃめちゃ感じる。やっぱり優秀な人とかどんどん地方に行ってるよね。東京だったら100位以内に入るぐらいの優秀な人、はい、いや電通で働いてる人とか、はい、キリンで働いてる人みたいで、東京だったら優秀なビジネスパーソンで終わってるような人が、うん、地方で圧倒的になんか自分の好きなことやりたいってなって、うん、結構いびつな地方が生まれ始めてるから、食べるものにも困らないさ地方豊かで、はい、だから結構面白いものが別に老人を追い出す必要もなく、もはやあの過疎化しているところでポコポコ生まれてる気がして、それがある種革命的な思想と結びついて、大きな政治とか大きなルールとか大きな政府とかと別に対抗する必要もなく勝手にやってるって感じ。めちゃくちゃ説得力ありますね。その世界全体の流れともリンクしてますね、うん、そこに要は分散化とかさ Web3 みたいな流れにもう多少絡んできてっていう風なのが次じゃない、はい、しかも早いですね次々、うん、半年スパンとかで変わってる感覚ありますね。早いよ、どんどんだって死んでどんどん生まれるんだもん。そうですね何回も自分を壊さなきゃいけないっていうことですね。そうね。ということで今注目している人成田さんだったと思うんですが、はい、他に注目されている方いらっしゃいますか、もしくは仲いい方とか。岡田くん、いけるかな10分。全部複合して自分はこうだっていうのを決めたらもうその時点で勝ちなんだよ。そうですね、うん、ご視聴いただきありがとうございます。箕輪浩介がやってる箕輪編集室というオンラインサロンがあります。 YouTube で話しているようなことをほんと深く書いて投稿していたりしています。他にもいろんなプロジェクトがあって、実際に雑誌を作ったり、なんかサウナイベントを企画したりっていうのをみんなでやっていきます。実践の場所となっていますので、興味ある人は入ってください。よろしくお願いします。